まあ、一つちょっと前原さん注目してみたいですね、はい、そうですね、そのサイトを改めてご紹介しますと、今年27歳になります。左のペンです、ラバーは裏ソフトを使っています。まあ、ドライブ主戦のオールランド型ということですが、こちらがスウェーデンのアペルグレン、29歳の、まあ、ベテランの域に入ってきましたね、この人も。そうですね、はい、左のシェイク、この人の大きな特徴はどういうところでしょうか。非常にボンミスがないんですね、中陣でもプレーできますし、はい、また後陣下がった時でも非常にしつこい、くらいスピンをかけて返す技を持ってます、はい、それで相手が打ちあぐんだところを逆襲をしていくというプレーが非常に得意な選手ですね、うん、そうですね、はい、現在世界ランキングが2位、今年のヨーロッパチャンピオンですね。そうですね、はい、ヨーロッパチャンピオン3回目の優勝なんですが、ですね、これは史上初めてだということです、はい、非常に試合がうまいです、はい、相手によってあるいは試合の状況によって自分のプレーポジションをですね、うん、変えられるところが強みだと思うんですね。まあ、同じスウェーデンのワルドナーのような派手さはありませんが、はい、非常にいぶし銀の素晴らしさというものを持ってますね。とにかく粘り強いプレーをしてきますよ、はい、こちら日本の斉藤は、世界ランキングは19位です。全日本選手権では過去6回優勝を果たしています。まあ、文字通り日本の、まあ、第一人者と言っていいかと思います。今大会は4位が1回あります。6年前の大会で1回4位に入っています、この斉藤清です。非常にワインレッドが鮮やかな、そして台のブルーが鮮やかなこのカラーコーディネートですね。そしてボールもオレンジイエローということで非常によく見えます。まあ、このカラーコーディネート、去年6月のジャパンオープンで国際大会初めて、登場いたしました、カラーボールを使用しました。そして、まあ、変わったことといえますと、まあ、今大会は副審を2人つけていますが、今年1月のワールドサーキットあたりから、まあ、こういった副審の2人制を取っております。これは前原さん、はい、やはりサービスの違反を見るというのが一つ大きな仕事ですね。フリーハンドが、台の中に入っていないか、はい、あるいは、ボールを上げましてインパクトが、はい、体の、前で行っているかどうか、というようなことを防止するために、はい、つけたと思いますね。そうですね。そしてこのコートの四隅ですが、実はボールボーイを4人置いています。まあ、こちらはボールガールですが、千葉経済高校の卓球部の生徒がこうやってボールボーイを務めておりまして、これも来年の、世界選手権から正式に採用されるということになっています。まあ、これも一つの新しい試みですね。そうですね。まあ試合時間のスピードアップを、まあ、図ろうという、はい、そういう狙いがあります。さてこの2人の対戦にもう一度目を向けますと、前原さん、はい、ポイントはどこになりますか。試合のポイント、そうですね、はい、いかに斉藤くんが、攻めるボールの時に、はい、アペルグレンが台の近くにいる時にですね、一気に攻めたいわけですね。台の近くにいる時にね、はいはい、ある程度位置を取られますと、はい、斉藤くんのボールでもなかなか抜けないんですね、いかに前に寄せといてところで斉藤君の威力のあるボールを放つかというところがポイントだと思うんです。つまり台上から一気に攻めるとか、はい、サービスから3球目を行くとか、はい、そこでチャンスを作ってとどめを行くというようなプレーをしてほしいですね。試合が始まります。この第4試合は主審がプーンクーンカンさん、香港の方です。副審が吉田文子さんと渡辺義則さん。今日の最終試合です。主審のプーンクーンカンさんです。さあ斉藤のサーブから、斉藤のサーブはどうでしょうか。一つポイントにならないでしょうか。バックハンドサービスは非常に欧州の選手は取りづらいんですよね。慣れるまでに少し時間かかりますので、はい、第一ゲームは取ってほしいところですね。2対1、斉藤リード。3-1。
現在大石野選手はフォアハンドサービスが中心ですので、はい、こういったバックハンドサービスに対してあまり慣れてない部分があるんですね。あ、まあ、そのせいでしょうか。斉藤が4つ取りましたね。5分の4取りました。そして今度はアペルグレンのサービスです。手前のアペルグレン、こちらアペルグレンは今大会優勝が1回あります。2位も1回、3位も1回あります。つないでスマッシュ、もう1回ロビングから、あー空振り。時々こういうプレーってありますね。そうですね、意外とあんまり球が伸びなかったんですね、今の予測したボールより。しかしあのぐらいの距離からで打ったボールはもう返すのは本当にうまいですよ。これはいいところをつけました。前哨戦は5対5。よく拾いましたが、しかし返しきれませんでした。再び斉藤のバックハンドのサーブ。慣れるまでになるべくこのサーブで点取っておきたいですね。そうですね。2つミスりました。気負いというのはどうですか。そうですね、今あのアペルグレン選手が斉藤君のボールに合ってないんですよね。あ、だから一気に行きたいなという気持ちがあると思うんですね。逆にまあそういった気持ちが裏目に出ましたか。少しリードを許しまして9対6アペルグレンリード。今のサーブは斜め下回転、斜め下回転ですか、はい、続けて2つ取りました。多分見た目よりちょっと切れてるんですよね。あ、エッジ入っています。ちょっと差がつきまして13対6。あ、取れませんね。このサーブは全部アペルグレンが取りました。そうですね、ネットに引っかかりましたね。さあ斉藤のバックハンド、自分のサーブで取れなくなってきましたね、ちょっとね。そうですね。ちょっと今違う種類のサーブを出しました。うまくあのアペルグレンも攻めさせないようにあのストップレシーブを対応してますね。で時折小さく止めるふりをしながら、長く払うようなレシーブを混ぜてますから、なかなか3球目が今のようなレシーブですね。フォアに変えましたが簡単に払われました。レッドです。これで18対8、アペルグレンリード。バックハンドミス、ちょっと一方的になってきました。そうですね、はい、もう対斉藤という形で
やってきてますね。フォア持っていった後すぐバックに持っていくと、で弱点のバックサイドを攻めて、うん、それから自分のフォアハンドで一気に攻めるというような戦い方してますね。でレシーブに回った時はとにかく1本目強いドライブさせないようにストップレシーブを使ってきてますね。先ほど使ったようなバックハンドサーブで長いサーブとかですね、思い切って使った方がいいと思いますね、はい、第2ゲームは。斉藤のサーブです。8点差。これは取りました。ストレート狙いましたがしかし外れて20対12。アペルグレン、これでゲームポイントを握りました。21対13。第1ゲームアペルグレン取りました。最初出足は好調かなと思ったんですが、そうですね、あっという間に形勢が逆転しましたね。今斉藤君が出しているバックハンドサービスがほとんど斜め、今の最後の番ですね。はい、最後のところですね。斜め下回転系のサービスが多いんですよ。そのサーブは非常に台上で止めるのが簡単なんですよね、はい、であまりにも切れてるので払うのが難しい、だから小さく止めようと、それでも持って斉藤君の3球目を封じようというような、あのレシーブをしてきてますね。なるほどね。第2ゲームはあのストップしてくることが多いので、少し横回転系のですね、サービスを出して、ストップボールを浮かして、それを狙っていくと。なるほど。あるいはあの台についてきてますので、定期的に長い、カット線のサービス、あるいはドライブ線のロングサーブを、出していくと、少し展開が違ってくると思いますね。少しサーブを工夫することによって活路を乱そうと。そうですね、はい、あとアペルグレーン選手が斉藤君のバック前に出してくるフォアハンドサービスですね、あれをこうもう少し工夫してほしいですね、思いっきり長くつくとか、あるいはフォアハンドで思い切って払っていくというようなあのレシーブをしてほしいですね。第2ゲームです。今みたいな中途半端なレシーブをしてますと、3球目を持っていかれますね、今度は向こう側にアペルグレンです。レッドです。体の正面になりまして2対0。うまいですね、今の中 ね。今のレシーブはいいですね、そうですか、長く切って、レシーブしましたから、はい、中途半端なレシーブは一番良くないと。必ずフォアに一度攻められて次バックサイドに持ってくるんですね。そうですね。それに対して思い切って回り込んで打つとか、バックハンドで叩くとか、いったプレーをしてほしいですね。さあ斉藤のサーブになりますか。今のサーブはどうでしょうか。じゃあ先ほどの話でいきますと、多分あのストップされるのが嫌だと思うんですね、だから少し台から出るか出ないかのサービスに切り替えてると思います、なるほど、はい、ダメです。
大きく差が開いてすでに6ポイント差。今度はフォアに変えた。今のサーブはどうですか。いいサーブですね、もう少しフォアハンドで攻めたいところですね、はい、今度もフォアから。結局この斉藤のサーブは2ポイントを取っただけです。第1ゲームはアペルグレンが取っています。今の攻めいかがでしょうか。いいですね、はい、バックに流すようなあのレシーブをしましたが、はい、レッド。金本さん、はい、1ゲーム終わったところで、伊藤監督はですね、はい、あまりバックを使うなと、そういうふうな話をしてましたね。バックを使うなと、はい、それからあのこの試合の前にですね、はい、先ほど陳龍さん選手に負けました松下選手がですね、はい、斉藤選手と一緒に練習したそうなんですよ、で今日斉藤選手どうでしたっていうふうに聞きましたらね、やっぱり試合が続いてるからちょっと疲れたように見えたかなというふうな話をしてましたね。まあ、今山本アナウンサーからバックを使うなというね、フォアハンドで回れということでしょうね、はい、9対5です。これで6対9、依然としてアペルグレンが3ポイントリード。まあ、斉藤は最近はあまり、あ、今のプレーが出ますが、ここで引っ掛けます。あまり最近は調子良くないみたいですね、斉藤の方は。そうですね、はい、動きにキレがないですね。今のスマッシュはよく決まりました。チャンスですね、今ボールを突き合ってくれてますから、はい、まあ、合わせてる感じですからね、はい、あ、惜しいところ。昨日も記者会見の時に肩の調子があまり良くないというふうな話もしていまして、夜は湿布をして寝ていますというふうなことを言っていましたが、斉藤これは思い切りよくいきまして8対10。今相手の出方見てるところですから、ここチャンスなんですけどね、あまり攻めてきてませんから。そうですね、こういうところで一気に追いつきたいところですが、また3点差になりました。この斉藤のサーブのところは、3ポイント取りました。さあ今度はペルグレン、よくついていきましたが、しかしオーバー。これはミスを誘いました。ナイスボールです。下がったときは今みたいな強打がいいですね、ドライブばかりでなくてですね、はい、ちょっとまたこの合わせた感じになってきましたね。ゲームの、あの中盤になりますと、こういった相手の出方を見るようなところがありますので、アペルグレンは、そういう時にあのつけ込んでいくっていうことが大事だと思いますね。
体勢を崩されました。まあ、中盤では例えば今のようなポイントだったらかなりここを取らないとっていう意識がやっぱりあるんでしょうね、アペルグレンはね。斉藤が結局アプレグレンのサーブを3つ破っていましたので、ちょうどあのサービスの変わり目の5本目のところだけ今気合を入れてやっているような状態ですから、これは見事鮮やか。あとは今のように相手を見ながらコースをつくようなプレーに今入っているところですから、チャンスなんですよね、うん。アペルグレンが揺さぶりました。チャンスですね、これ。ああ、いいところを狙いました。フォアに回ってストレート。14対14。これも行きます。エッジボールです。さあ次のボールですね、はい。こういうところで一気に来てますからね、はい、今のところ。3球目を思い切って攻めた方がいいと思いますね、はい。逆にリードしました。最後はストレートで決めるという場面がちょっとここ目立ってますね。そうですね。相当今のは切れてましたかね。このサーブは4つ取りまして16対14と逆に斉藤が2ポイントリードしました。アペルグレンも強気に来たところだったんですけどね、サービスが切れてましたから、ね。はい、抜きました。斉藤3ポイントリード。場内も沸きます。ちょっと間を取ります、アペルグレン。18対15。今のはラッキーですね、はい。少し消極的になってますね、斉藤君。ここを思い切っていかないと、はい。あー、いいところをつかれました。これで2ポイント差です。リードしてますから少し消極的なプレー、はい、2本続いてますね、ここ、思い切ってほしいですね。あー、今のはどうでしょうか、フォアへ来るんじゃないかなっていう、そういう感じがあったんでしょうかね。少しあのバックでレシーブ3本しましたから、フォアでレシーブしてほしかったですね。さあこれでまた逆に、まだ斉藤が18対17と1ポイントリードしています。第2ゲーム斉藤を取ることができるでしょうか。その斉藤のサーブ、今度はフォアです。あ、今のはああいうのはもう初めからあそこってもう決めてるわけでしょうかね。あのバックに持っていくとあの、逆にバックストレートを打たれてますから、斉藤君のフォアにつこうと思ってますよね、はい。ワンポイントリードしました。19対18、斉藤リード。ここはフォアに払いたいところですけども、斉藤君も山張ってると思いますからね、うん。なるほどね、はい。さあ20対18、斉藤がゲームポイントを握りました。さあ今度はどうするか、ここでどう読むかですね、バックに斉藤が山張るでしょうね、フォアへ来ましたがネットに引っ掛けてしまいまして、斉藤第2ゲームを取りました。21対18、これでゲームカウントが1対1になりました。さあ最後のところです。
フォアへ来ましたね、はい、一度斉藤君はバックに山張ってましたね、今、はい、スッとバック動いてますから、はい、しかしアペルグレンは強気なんですよね、ああいうところがね、はい、さあこれでゲームカウント1対1です。このアペルグレンの、左の方がツンストレムさんですね、はい、スウェーデンの新しい、そうですね、コーチ、6月の末から、はい、ナショナルチームの、ヘッドコーチが変わりまして、はい、彼がなりました。そうですね、以前はジュニアのコーチだったんですけども、あ、そうですか、はい、世界選手権大会は前の監督のアシスタントコーチということで、はい、87年 の、 ニューデリーの時は来てましたね。これから第3ゲームに入ります。第11回のワールドカップ卓球大会賞金大会です。まあ、日本では去年のジャパンオープンが国内初の賞金大会だったんですが、今大会は総額およそ1000万円の賞金を争っています。さあ準決勝へ向けて4人目は斉藤かアベルグレンか。これまでワルドナー、スウェーデンのワルドナーと中国の陳龍さん、馬文革、この3人が準決勝へ進んでいます。この試合に勝った相手は馬文革と明日対戦することになります。さあ第3ゲーム、斉藤のサーブからです。斉藤はまたフォアからです。バックへ返ったスマッシュ取りました。第2ゲームの後半も最終盤で見せたような、ああいったその思い切りの良さみたいなものをですね、続けてほしいですね。ワンオー、5ゲームマッチ、3ゲームを取った方が勝ちです。バックで変えてきたところ、フォアハンドサービスが効き出しましたね。効き出しましたかね。斜め下回転と少し横回転混ぜてるんですね今。うん、横回転を出したときに払ってくるのに山張ってますね。なるほどね。今のプレーです。さあ今度は手前のアペルグレンのサーブ、いいところをつけました。現段階では互角でしょうか。そうですね、アペルグレンのサーブがだんだん決まってきてますから、空振り、これでいって点が取れなくなりだしますと、はい、バックハンドサービスを使ったり少し長いサーブを使ってくるんじゃないですかね、はい、Let feed four.引っ掛けました。だいたいこの第3ゲームの序盤のあたりというと、だいたいどんなことを考えているものですか。そうですね、しかもゲームは 1-1 ですね。だんだんサーブレシーブがですね、まあ、型にはまった形になってくるんですね、そうするとお互いに読めるんですよね。あ、なるほど。ここにサービスを出すとここに来ると、はい、それを1本崩すような、まあ、張ったり気味の、レシーブをしたり、あるいは相手の逆をつくフェイントのレシーブをしてみたり、そういうことをしながらですね、相手の待ちを微妙にこう狂わしていくというテクニックがこれから出てくると思いますね。なるほどね。5対5から5対6。今まで払うかストップだったんですけど、はい、今フォアハンドで長く続きましたね、初めて、ちょっとこの辺また変えてきてるわけですね、はい、もうフォアハンドでちょっと取れないなというような気持ちになってきたんですね、そういう試合の流れあるいは状況によってこういうふうに変えることが非常に大切ですね。そうですね、斉藤君うまかったですね、はい、臨機応変にいくところがですね、
今もいつものサービスと違ってスタンディングポーズから出してるんですね、はい、いつも前傾が、深いところ、はい、傾いた形で出すんですけど今立ち腰で出してますね、はいはい、バックは外へ出ました。さあ今のところですが、ラリーネットに仕掛けました。アテレグレンポイント斉藤です。いいコースいきましたね、はい、ネット8オン。入りました。まあフォアへ払ったりバックへ払ったりいろいろサイトもやっていますが、そうですね、はい、バックであのストップしたりあるいは突っ込むのがあんまり良くないですね。今みたくフォアハンドで、うん、あのレシーブしていくと、アペルグレン選手の3球目がちょっと弱いですよね、うん、バックへ、またバックへ、ラリーです。チャスボール、そう取りました斉藤。なかなかいいラリーが続きました。見せました。ラリーになった時よく知ってますね。あのバックにあのドライブ持ってきますとあんまり伸びてこないんですよ、ボールが。逆に空いてるフォアに持ってきますと伸ばされてしまうんですね、はい、だから注意深くバックをずっとしつこくついたところが良かったですね。なるほどね。テンオラリーが長いですからちょっと間合いも十分取ってますね、うん、そうですね。非常にこの試合はいい試合になってきましたね。これまでの4つの試合の中では何か一番緊張感ありますね。そうですね、ああちょっと大きすぎました。これはラッキーでしたね、斉藤は。今のはちょっと台に引っかかったんですかね、ボールが。第一バウンドがちょっと手前に落ちたんですね。落ちたんですね。で、バウンドが高くなりまして、はい、ここはチャンスとばかりアプレグレンが行ったんですが、大きすぎて斉藤がワンポイントリード、12対11。アプレグレンがフォアへ来ました。また斉藤はサービスをフォアハンドに変えています、うん、これはミス。サーブはこれで3つこのサーブは取りました。まあ、大体サーブは3つ取ればそうですね、いいところですね、はい、斉藤君もあのアペルグレンのサービスにあの慣れてきましたね、はい。13-0.
まあ、先ほどはこういったケースが3本続けて取られたというケースありましたからね。バックでレシーブするとあまり良くないですね、まあ、ようやく返してもその後が問題です。これで14オール。リードをするとちょっと弱気になる部分がありますね。丁寧になってしまう。なるほどね。そこを思い切っていけるかどうかですね。前半のように思い切ってレシーブすると今のようなレシーブですね、非常にいいんですよ、もっと自信持って強気のレシーブをしていくとチャンスがあるんですけど、はい、斉藤拾っていますがダメ。思い切って使いましたね、サービスを、長いサーブを使ったんですよ。長いサーブ、はい、やはりあのサーブの変わる切れ目のところでした ね、 そうですね。5つ目のサーブで長いサーブを出しまして、その後はですからやっぱりあれで先手取ったという形になりました ね、 そうですね。斉藤君のバックに食い込むような、サイドを切ってくるサービスを思い切って出しましたよね、この辺が本当に百戦錬磨というか、試合巧者ですよね。さあ、15対15で斉藤です。打ち抜きました。よく打ちましたね。はい、ここから取れません、アペルグレン。付き合いから斉藤ミス。16対16。精神的に負けてないですね、アペルも。負けてないですね、取りました斉藤のポイント。まあ、やはりこういうところでは弱気になった方が負けですね、これはね。ゲームカウントが、はい、気の強い人が勝ちますよ。そうですね。17オール、17対17。第3ゲームに入っていますが1対1で来ています。まあ、このゲームを取った方が非常に有利になります。そういった意味で、まあ、ある意味では中盤の一つの山に差し掛かっていると言えましょうかね。さあ、これで斉藤が取って18対17となってアペルグレンのサービスになります。まあ、これからアペルグレンのサーブですから今のプレーが出ます。アップサーブですね、はい、斜め上回転出したんですね、はい、このワンポイント差で、まあ、互角といったところでしょうかね。どうでしょう。そうですね、ここ強気でやってほしいですね、入れにかかるような、ただ単調に入れるだけのレシーブですと3球目をされてしまいます。今のレシーブはいいですよ、はい、いいレシーブでした。取られましたかね、はい、最高のポイント取られましたが、最後アペルグレンがミスしまして19対18、斉藤がワンポイントリードしました。この辺は心理戦ですね。さあ、斉藤がこれで第3ゲームのゲームポイント20対18。バックハンドサービスですね、はい、初めて使います、はい、あ、かなり切れてますね。ここという時に使ってきました。もう1回バックハンド、今度はコースを違えた。
デュース、まあ、このあたりでしょうか。うまいですね、ああいうところでまだ持ち技があるわけですからね。そうですね、まあ、奥の手かどうか分かりませんが、まだその出してない技があったという。しかもこれさっきは、対角線出してきましたが、今度はストレートにフォア側へね、はい、この辺の戦術転換ってなかなかできないんですよね。あ、本当に試合巧者です。さあ今度は斉藤のサーブ、再び斉藤がゲームポイントを握りました。そしてサーブは今度はアペルグレン。サーブは1本ずつ交代で打ちます。21対20で斉藤リード。斉藤つないで、あっと惜しい。斉藤再びデュース、21対21。よくつないで、そう、そこからというところでしたが、今度は逆にアペルグレンゲームポイントを握りました。そしてサーブはこちらアペルグレンです。あ、アペルグレン取りました。第3ゲームはアペルグレン逆転で取りまして、23対21、これでゲームカウント2対1。20対18からの逆転でした ね、 ね、斉藤にとっては非常に惜しいゲームを落としましたが、今のサービスも山張ってたんですけどね、長いサーブ来ること、まあ、しかしあの20対18と追い詰められてから後 の、 あのアペルグレンのプレーですね。そうですね、まあ、あのあたりが非常にやはり試合巧者という話も出ましたが、そういったことを十分に伺わせるプレーぶりでしたね。そうですね、これでゲームカウントが2対1となりました。本当にあの斉藤は今のゲーム取っておきたかったですね。そうですね、惜しかったですね。一旦はゲームポイントを2回握ったんですが、跳ね返されまして、こちら斉藤を取られまして、これから第4ゲームに入るところです。この日本の斉藤はこれまで全日本では優勝6回、優勝6回というのはあの長谷川信彦さんの6回とタイになりますね。すごい記録ですよね、はい。まあ、とにかく、63年平成元年はこれは連覇、そしてその前に57年から60年まで4連覇というのがあります。そうですね、はい。今大会予選リーグでは2勝1敗で勝ち上がってきました日本の斉藤。16人の、世界から集まったトッププレイヤーによって、行われておりますこの第11回ワールドカップ卓球大会。昨日、おとといと第1ステージ予選リーグを行って8人の選手が勝ち残りました。そして準々決勝、その8人によります準々決勝の第4試合、アペルグレンと斉藤が戦っています。すでに準決勝へはスウェーデンのワルドナー、中国の陳龍さん、馬文革と勝ち上がっています。さあ第4ゲームです。ラフワン、ちょっと狙いすぎ。こう気力を落とさないでどこまで戦えるかが勝負ですね、はい、立ち上がりは。ここで簡単にポンポーンと取られますとね、そうですね、
今もう気持ちの切り替えを早くしないといけないと思います。はい、4つ取られました。ちょっとなんかそんな兆し見えますか。そうですね、ここは踏ん張ってもらわないといけないですね。あ、これはもう完全に取れないというところです。はい、あ、ちょっと一方的6ポイント連取のアペルグレン。7ポイント連取。ちょっとどうでしょうか、緊張の糸切れましたでしょうかね。そうですね、サービスが少し雑になってしまってますね。卓球というのはこういうところが怖いスポーツですね。はい、ああ、これも全く手が出ませんで、9対1です。あっという間に9対1。ちょっと中途半端なサービスが多かったですね。斉藤のサーブは全部取られました。10ポイント連取。チャンスだと思ってますから一気に来てますね、アペルグレンも。はい、まあ、叩けるときには叩こうという。ちょっと一方的になってきました。まだ斉藤はワンポイントです。今のも入りません。まあ、こうなりますといくら打ってもこれ出てしまうということになるんですね。そうですね、伊藤監督も厳しい表情です。全く一方的、13対1。ちょっと間合いを取ったりして気持ちを切り替えないといけないですね。はい、ようやく取りました。畳みかけるように来てますね。はい、浮いた。今度は逆に4ポイント取りました斉藤。これは振られてしまいました。嬉しいですね。はい、まあ、何かこういうプレー見てますと翻弄されてるっていうのはそんな風に見えちゃうんですがね。15対5。16対6です。ちょっとあの第3ゲームのような緊張感がなくなってきました。10ポイント差。完全に足が止まってしまいましたね。そうですね、これは決まりました。まあ、しかしこのまま行くんではなくてなんとか挽回をしてもらいたい斉藤です。これは最高のポイント。9対17。
うん、これも入りません。さあ一方的になってこれでマッチポイント、簡単に第4ゲームは20対9とアペルグレンがマッチポイントを握りました。試合終了です。結局第4ゲームは21対11、簡単にアペルグレンが取りました。ゲームカウント3対1、スウェーデンのアペルグレンが日本の斉藤清を下しました。準決勝へ進出をいたしました。これで今年のワールドカップ卓球大会は、準決勝は中国勢が2人、そしてスウェーデン勢が2人という、こういう構成になりました。まあ、結局前原さん、はい、今の試合は第3ゲームが全てでしたね。そうですね、2018でリードしてたところで、はい、マッチポイントも取ったんですけどね、はい、ゲームポイントをね、はい、取りましたけれども、結局あそこで取れなかったというのはどこがどうだったんでしょうね。まあ、アペルグレンも上手かったですよね、今まで、ね、使ってたサーブをやめて、バックハンドサーブに切り替えた、はい、切り替えましたね。まあ、でもジュースになってから21-20でリードしたところで、はい、もう少し頑張ってほしかったですね。そうですね、はい、まあそこで、まあ、踏ん張ってですね、はい、あのゲームを取っていればかなり流れは斉藤君の方に向いてましたから、はい、全くその違った流れになったかもしれませんが、はい、まあそこで若干その、その後は斉藤がまあ、緊張の糸が切れたというんでしょうか。そう、ね、まあ、そういったところはプレーぶりにも伺われましたね。そこをもう少し間を取ってですね、はい、気持ちを切り替えてやってほしかったですね、はい、そうですね、はい、まあ、第3ゲームの終盤のところが非常に惜しまれます、悔やまれます、はい、斉藤清ですが、まあ、やはりああいうところをどうやって取っていくかというところが、まあ、難しいんですが、そうですね、一番大事なところなんでしょうね、はい、まあ、あれだけのゲームやれるわけですからね、はい、第4ゲームの出足に、はい、もう少しカウントがついていきますと、まだまだ分からなかったんですけどね、勝負としては、敗れました斉藤清ですが、まあ、表情は割合サバサバとしたそんな感じに見えます。まあ、精一杯やったという、まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、この試合は3対1、ゲームカウント3対1でスウェーデンのアペルグレンが、日本の斉藤清を下しました。第3ゲームが非常に大きな山に結果的にはなりました。さて、まあ、これで準々決勝がですね、先ほどもちょっとご紹介しましたが、スウェーデンのワルドナー、中国のチン・リュウさん、中国のバ・ブンカク、そしてスウェーデンのアペルグレンということで、中国勢2人、スウェーデン勢が2人という、まあ、こういう結果になりました今年のワールドカップ卓球大会ですが、この顔ぶれはどうでしょうね。順当なんでしょうか。そうですね、まあ現在の、チャンピオン国、はい、スウェーデンと、前回の世界選手権で敗れました、はい、中国のメンバーですので、はい、順当だと思いますね。そうですか、はいはい。まあ、去年の世界選手権の決勝ではこの両国が争いまして、まあ、スウェーデンが一方的に中国を破って優勝したという、まあ、そういった経緯もありますが、くしくもまあこれスウェーデン対中国という試合が2つ続くということになりましたね。非常に明日楽しみですね。そうですね、ワルドナー陳流さんも、はい、大変面白いゲームになると思いますし、はい、まあ、バブンカクアペルグレン、これはラリーが非常に長く続く、ゲームになるんじゃないでしょうか。あ、
どちらの試合にしても非常に楽しみですね、これは。そうですね。ワルドナー陳龍さん、さあ有利なのはどちらでしょうかね。今日の調子ですとやはりワルドナーの方が少し分があるんじゃないかなと思いますね。あ、そうですか。はい、ただ当たりがつくと、はい、手がつけられないほど、はい、強さを発揮する場合がありますので、うん、まあ今日の試合を見ますとワルドナーの方が少し有利かな と、はい、かなと。はい、はい、まあ、そのワルドナー対陳龍さんと、そして馬文革アペルグレンというこの2試合が、明日組まれて、そしてその後に3位決定戦、そして明日、最終の決勝戦が行われるということになっております。これで今日の試合はすべて終了いたしました。それでは、この辺で千葉市幕張メッセのイベントホールからお別れすることにいたします。解説は全日本男子前の監督の前原正弘さんでした。どうもありがとうございました。どうも。ではこれで失礼いたします。10年間国は